どうもございます。はい、はい、どうもおかけください。はい、どうもおはようございます。おはようございます。はい、ではまず改めて、お名前の方よろしいでしょうか。アミです。はい、アミさん。はい、はい、ですね、まあすごいこの以前前回面接でですね、はい、すごい衝撃的なお話をしたんですけどね。はい、はい、ですね、私はいくつでしたか。18です。18歳。はい、はい、18歳は18歳でも、はい、ただの18歳ではない。はい、はい、平成何年生まれでした。平成11年。平成11年。はい、はい、西暦で言えば1999年。はい、誕生日は5月3日です。はい、18歳になられてどれぐらいですか。1ヶ月ちょっと。1ヶ月ちょっとですよ。はい、18歳になって。はい、18歳になって1ヶ月ちょっとということは、はい、1ヶ月前まで17 17歳ですよね。はい、ねえ。はい、はい、ここはここは途中で辞めました。はい、すごいですね。もし高校に行ってたら行ってたらラスト JK 高校3年生。はい、すごいな。はい、ということでね、ほんの1ヶ月前まではここに座ることすらも許されなかった。はい、はい、もうなんて言ったんですかね、ちょっともうドキ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 っていう。はい、もう逸材というかね、はい、モデルさんですけど、はい、まだ改めて、はい、はい、お聞きいたしますね。はい、そんなね、ほんの18歳になって1ヶ月目の1ヶ月ちょっとの亜美さん、はい、なぜ AV に出ようと思ったんですか。なぜ気持ちいいことがしたいから。うんぶですけ。はい、はい、この前面接させていただいてですね、はい、ちょっと驚きの衝撃やったんですけど、はい、はい、エッチは好きですか。はい、好きです。はい、経験人数は何人って出ました。7人くらい。7人ぐらい。もう18歳になって1ヶ月の彼女はもう7人。はい、はい、仲出し経験もあると。はい、ね、いうことですよね。はい、すごい。でもおしゃれですね。18歳に見えないですね。いやいやいや、白にピンクのこうライダースって言ったらいいんですかね。はい、うん、とてもおしゃれで、うん、そういうのは亜美さんがこの札幌とかで選ばれるんですか。いや、基本ネットで買いますね。あ、ネットで買うんだ。はい、ねえ、コーディネートが本当に斬新というか。斬新。白のスカートに、はい、ピンクのライダースっていうのはなんか僕初めて見たような気がします。本当ですか。ライダースって大体黒が安いですよね。なかなかピンクはいない、ね、定番なんでね、はい、すごくおしゃれさんですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、今日はですね、まあ、そんなちょっと亜美さんはですね、はい、制服を持ってきているので、はい、はい、ちょっと制服に着替えていただき、はい、ちょっとなんかいろんないたずらをしようかなと。いたずらをしようかなと思ってるんですけどね。はい、はい、制服はまあ当然ね、中学高校と、はい、ね、行かれたと思うので、セーラー服とか着たことありますか。 あります。中学はセーラーでした。中学はセーラーでしたか。はい、はい、高校はここはブレザーで。あ、両方行っちゃってるんですね。はい、両方、はい、いいですね。今なかなかのセーラーが少ないんで、はい、うん、ね、ブレザーもキー、セーラーもキーでね、はい、満喫しました。満喫しましたか。はい、なぜここを辞めちゃったんですか。なぜ、途中で単位が足りなくなりました。あ、そうですか。はい、はい、ね、社会人、もうだも社会人ですよね。そうですね、うん、社会人と学生と違いですか。いや、違いますね。現実を知りました。ああ、学校行ってる、まあまあ高校行ってたら、まあ、なんでお気楽なんだろうというね。いや、そうですね、まあ、苦痛なのはテストだけで、そうそうそう、あとはもう自由って感じ。何でもね、はい、うん、自由ですしね。うん、ね、社会人になるとね、はい、自分で働いてお金をね、稼いという感じでね、はい、もう高校を辞めていただいたおかげで、はい、ここに行けるという。はい、そうですね。はい、おちんちんしゃぶんの好きですか。嫌いではないです。初対面はいつって言ってたの。中3。中3、誰とやったんですか。同級生。
同級生、はい、同級生ってありましたか。はい、痛かったですか。痛かったですよ。痛かった痛かったそれでももう今は好きになっちゃったみたいな。いやー、なんか痛いのは初めだけで、うん、慣れたらもう、はい。もうこの前面接ではすごい面白い話いっぱい聞かせてもらったんでね。僕が一番衝撃的だったのは、まあ、付き合ってる人と別れて、はい、ね、別れてる間でもちょっと誰かとやらんとダメやみたいなこと言ってたじゃないですか、はい、なんか最高で会えた期間っていうのはどれぐらいですか。やらない期間ってことですか。そう、1ヶ月持てばいい方。すごいな、1ヶ月持ったらいい方。じゃあ1年とかそんなの絶対あげない。絶対無理ですね。1ヶ月、うん、1ヶ月でも厳しい。1ヶ月も厳しいですか。ギリギリ1ヶ月。いいな。そういう時は誰とやるんですか。セフレ。セフレ、はい、なんで18歳でセフレいてるんですか。いや、まあ、1ヶ月前まで17歳でダメですよ。陰口座、少女陰口座、未成年陰口座。まあまあ、ね、もう18なんで。まあまあまあね、まあ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 18いますよね。はい、ね、はい、セフレがいてるんですか。まあまあまあ、僕も一人に加えてくれて。いや、元彼がセフレになるって感じ。あ、元彼さんがセフレになるって感じですか、ね、はい、ほとんどはそういうパターン。ああ、じゃあ元彼さんはただ単にやりたい時用に置いてるみたいな感じ。あ、そうですね。でもお互いに多分やりたい時にやってるので問題はない。あ、いいですね。はい、いいな、俺もそれ仲間入れてほしいな。はい、ということでね、はい、まあ、ちょっとこれがね、AV になりますので、はい、はい、まあ、もう一回メッセージはやってますけどね、ちょっとその、まあ、セラック着替えていただく前に、ちょっと服を脱いでいただこうかなと、はい、いう感じですね。はい、じゃあちょっと立っていただいていいですか。